どうもこんにちは、タカです。今回大乱闘スマッシュブラザーズやっていきたいと思います。前回はあれですね、インターネットのいろんな対戦楽しんだんですけど、今回はガチ部屋のワンオンワンを楽しみたいと思います。まあ一番好きなモードですね、ガチ部屋のワンオンワン。2期っていうのが結構いいですよね。やっぱりサーバーと通信しています。まあガチ部屋、まあヒカルの方で結構やってるんですけど、まあ僕もやりたいと思います。誰かと、あ、ここら辺気になるやな。コンクエスト大歓声、一回も押したことない。じゃあこっち先見ときましょうか。テーマに沿ったファイターで、世界的に勢力争い、勝利でこう、勢力に攻撃、報酬ゲット。なやこれ、やったことないですよね。いざ真剣勝負。あ、なるほどなるほど。シュルクとマルス、どっちが勝っとるかっていう感じか。シュルクの方が強いんやな。うん、完璧にシュルクがちょっと勝ち越しと。参加できるのか。うん、よくわからん。押せへん。押せない。押せないよ。つまりシュルクかマルスで勝てはいいってことかな。うん、大感染、世界の状況、大感染してみましょうか。じゃあなんかベットすることができるんですよね。あ、なるほど、こんな感じで。面白いやん。どっちにかけよう。やっぱ倍率が低い方。100ゴールドまでか。でこっちが勝てば240ゴールドになると。ゴールドってどっかで使えるんですかね。まだ使ったことがない。多分どっかで買い物なんかできそうですね。 3D ランド。まあこれ一戦だけ見てガチバトル行きたいと思います。お、時間は2分制か。2分制でバトルやな。頑張れマルスとマック、頑張れマック。ここ相性悪そうやな、場所。おお、マックいいね、マックいいね。マルスが打ち上げられると。あ、見にくそう。大歓声もいいですよね。できればその強い人の技を盗めればいいと思ってます。大歓声てか、まあ普通に楽しむのはありっすね。勝てよマックとマルス、勝てよ。頑張れ、 KO パンチ食らしたれ。誰、パンチパンチパンチ、そこや、いけ。 KO や、 KO。 違う違う、アッパーじゃない。危ないですよね。まあ危ないって戻ったよ、俺も。あ、やられた。ロックマンだけ生きとるってことは今不利ですね。僕が応援してる方は不利ですね。僕は応援してるんで、ロックマン飛ばしては早く。いったれいったれ。あ、ニワトリにやられた。ニワトリがおる。きついきつい。オッケー、ナイス。何やったんかは知らんけど、ナイス。あ、マックが死んだ。あと1回ヨッシーぐらい倒して、ヨッシーぐらい、ヨッシーヨッシー倒しちゃって、やばい、はめられとって。マキシムトマト、お、あー、やばい、早く早く、ヨッシーを飛ばせ、ヨッシー飛ばせー。くー、終わっておだてなわけで、わけですね。うん、これはわけや。マイナス100ゴールド。ネクストバトル、ボーナスチャンス。ボーナスチャンスってなんだ。まあいっか、ボーナスチャンスちょっと気になったけど、まあいっか。まあお金が増えるとかそんな感じやろ。というか装備品がもらえるとか。装備アイテムの関係性、まあそうですね、ガチバトルで使える装備やったらいいんですけど、まあガチバトルは基本キャラの性能だけや、あ、キャラの性能だけやと思うんで使えないんですよね、装備品。アシドフィギュア先赤、
まずいぞ。なんか良くなるんすよね、このバグ。何が悪いのか分からないですけど。嘘やろ？嘘だろ？あと2回ぐらい。よし、いったー。俺が黙ったらいったな。この頃、頑張ってるゼロスーツサムスです。ゼロスーツサムス。コメントで、ウェビーが結構強いってもらったんで、ウェビー今は練習中ですね。ただ敵に当たらないっていうのが難点なんですよね。まあ、当てようとしてるんですけど、全く当たらないです。あ。まずい。当たれ。よし。オッケー。あー、外したな、今。痛い。よし。隙が多いぞ。あ、当たるんか、それ。うわ、マジか。うわ、ぶんな。飛んでけー。反対やった。うわ、ファルコンキック早いな。オッケー。危ない。や、これはまあ勝てそうとか言うよって、負けたらダサいけどな。飛んでたー。当たれ。あー、くっそ、ウェビーが。これを当て練習しようのに。戻ってこれへんやな。戻ってきた。あかん、なんか好かれな。ウェビー当てんのほんま難しいんですよね。ウェビーが結構サムス強いみたいで、めちゃめちゃ飛ぶみたいなんですけど、全然当てれないですね。誰かあれの上手い当て方教えてほしいな。当てる方法としては、下スマッシュ。まあ、ゼロスーツサムスの下スマッシュは相手がまひるんで、そのうちに上 B すると。そういう方法もあるんですけど。まあ、上 B 当てるの難しいっす。なんか、コメントでもらって練習し始めたんですけど、なかなか当たらん。なかなか、まあ、僕は腕が下手くそなんでしょうけど、なかなか当たらないですよね。次はケロさんと勝負。敵は誰や？何キャラで来る？キャラは？シルクか。あー、いけそう。あー、やれ、やばい。オッケー。
いまいちショー。オッケー、飛んでけ、飛んでった。これはいけすやぞ。あとは上 B 当てる、上 B 当てたい。危な、こっちの方は判定は大きいね、上スマッシュの。ゼロスーツの動きに慣れてない人多いですよね。僕も最初この動き、なんやこの動きって感じで、でこいつ強って思ってゼロスーツ使ってるんですけど、あやばい、あウェビー今使うチャンスやったな、絶対チャンスやった。ウェビーを使うタイミング、クク無理か、練習が足りひん。お、ビビった、まあ、敵の攻撃にビビってもだ。これ当たらんよな絶対、上 B。 上 B 当てる練習、当たったー当たったけどあれでいいんかな。いやあれ、あれじゃ、あれじゃ上手い人に当たりそうにないな。ゼロスーツサムス、なかなか今のところ2戦2勝、いい感じっすね。よし一回出よう、でもってもう一丁対戦。ロックマン上空中攻撃、うん、竜巻、あのロックマンのあの竜巻あるじゃないですか、あれなんか時々うまいことを相手が乗ったら、上に持ってかれるんですけど、なかなか乗らないっていう、難しいっすねあのタイミングは。ギリギリで当てたら多分一番上まで行っちゃうんすかね。よっしゃ行こう、マックか、マック来た、マックか。でただ前さんのやつ対策ちって、痛い痛い、嫌い、危な、今死んじゃったな、受け身取らな。防戦一歩、あーこのこのパンチが早いんやな。うわやばい、うまい、持ち上がれ、赤外した、飛んでけー、戻ってくんなよ、よっしゃー放り込んだった、痛い、あの横横攻撃早いな、俺ガード間に合えへんもんな、あれ。しかもあの後にパンチがつながるっていうこのずるさ、隙はないの。オッケー、分かっとった、カウンター来いや、危な、オッケー、危な、オッケー、なんとか勝利、なんとか勝ちましたね。マック一発が怖いんですよね、あの KO パンチ、特にあの KO パンチ、
あれくらったらもう終わりっすからね。前、マスさんとかに 10% か 20% ぐらいでゼロスサムズ飛ばされて、ほんま。もうどんだけ飛ぶねん思いましたね、ほんまに。まあ、あとはまあ、そうですね。攻撃当たらなかったらまあ、復帰性能がめちゃくちゃ弱いんで、楽っちゃ楽なんですけど、攻撃をちゃんと当ててくるゼロスーツサムスに当たるときついですよね。痛い痛い痛い。あ、押しもた。もったいない。痛い。あ、やば。今、接続がやばい。やばいやばいやばい。真っ暗になっとる。これはまずい。画面、あ、画面戻った。よしよしよし。ちょっと黒くなってましたね。やっぱこの DS はもう分かんない。ちょっと修理出さなあかんな。あ、反対。うわー、反対。20何パーで死ぬってもったいなすぎ。時々まだ使いこなせてない称号っすね、あれは。痛い痛い痛い。そんなんありかよ。オッケー、飛んでけ。結構当たってくれるな。追撃に結構当たってくれますね。おっと、今は動画時間で言うと17分ぐらいか。あと1000か2000ぐらいですね。まんとこ全勝中。よし、じゃあではでは、もう一回違う人とやろう。次は違う人とやろう。ことぶきランド。いやー楽しいっすね。あー、エラー出る。エラー出るし、画面真っ黒になるし、もう最悪やな。パルテナ。パルテナテレポート。いや、ガチバトルやっぱ楽しいっすね。どっちもガチなんで。行くぜ。エグゼクティブ、つかみ。投げたりつかみを振りほどかれて、約後の1秒間同じ相手。なんて書いてあったんやろ。いつも説明文、いいこと書いてるときが結構あるんですけど、読めないですよね。時間がなくて。読み切れない。選択中。来るかな？来るのか？選択中やけど来るのか？いや、来おへん可能性が出てきた。なんかめっちゃ長いもんな。戻るか？戻るか？はい、抜けます。このタイミングで戻って大丈夫なはずやんな。なんか、ゲームやってる最中に戻ったら、なんかちょっとまあ時間停止食らうみたいなんですけど、このタイミングやったら大丈夫なはず？くそ、ネットワークの調子悪いとかやめてくれよ。技の出始めはスーパーアーマー状態になる。アイク。ああ、なるほど。強引に相手を打ち上げることが可能。天空な。うわ、なんか動かへんなったし、しかも。マジかよ。マジで？踏んだり蹴ったりやんけ、ほんまに。どうなったね。あかん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 。やばいやばいやばい。フリーズしとる、フリーズ。あ、動いとるか、フリーズじゃないな。読み込んどるけど、これはインターネット繋がっとるか繋がってへんか、いまいちわからへん状況。あ、無理や。ホームボタンも無理や。勘弁してくれよ。電源切りました。これでもしかしてもう入られへん感じ？無駄な、ロス食らっとうぜ、俺。今。あと一戦だけやらせてくれ、お願い。お願い頼んます。一戦だけ。一戦だけやらせてください。頼んます。今んとこ全勝で勝ちたいんや。全勝で終わりたいんや、俺は。とりあえず全勝で終わって、気持ちよく、この動画を締めたい。
今何回やったかな ?4 回、4回か、それぐらいやって、まあ今のところ全勝と。まあ同じ人と1回やってもたんかな。うん。部屋出るの忘れてて、同じ人と1回やって、まあ今のところ全勝と。OK。まあ今日土曜日なんで、あれですね。深夜帯の方はやっぱ強い人多いんすかね。いまいちわからないですね。しばらくお待ちください。うん。もう待ちますよ。サーバーと通信しています。すんなり行ってくるよ。行くか?行くか?来い、来た。ガチ。ワンオンワン。ワンオンワン。敵はゴールド。たくさんの敵がついた敵のような敵。ゴールドは無敵で、触るだけでダメージを受ける。あれですね。デデデの一番使える技やと僕は思ってます、勝手に。デデデ他とは使える技ってありますか?僕的にないんすよね。デデデ使い、デデデ使えるからあんまり使ったことないんで、あんまりこれ以上言うのやめとこう。あ、出た。シュルク。守り。いきなり守り。それは間違いじゃないか。最初は攻めな。あか。あんまり。あんまり。お。そのコンボ。あ、うざい、地味に。地味にうざい。いやいやいや。まだそれやるん、まだそれやるん。食らうってそれ。いやでも俺が死にそうやな、俺。端っこ勝負俺が死にそうや。オッケー。あ、上 B、 あ、上 B、 上 B したかった。今僕の気持ち分かったけど、上 B したかったんですけど、上 B したかったんですけど、今何それ。あ、これやったら、あ、縦やからが、今縦やから止めなかったんか。重たそう。飛んでけ。まだか。あ、飛ばされる。めっちゃ同じ技好きやな。バックスラッシュやろ。それに当たる俺な。痛い飛んでけー。バックスラッシュ、あ、バックスラッシュじゃなかった。当たりそうになるぞ、そのスマッシュ。バックスラッシュ。オッケー。やらかしたー。くっそー。うまいこと当てられた今。飛んでけ。怒ったぞ。オッケー。まだか。これカウンターあんまりき、ゼルダ、ゼルダじゃなしに。ゼルダ、どっからゼルダ出てった、ほんまに。ゼロスーツサムス結構カウンターやられても当たらない技とか多いんですよね。特にこれなんか。か。飛んでけい。上火をもうちょいうまいこと当てたいですね。どうしようかな。もう一回やりたい気分になってもたな。まあ終わってきましょうか。うん、我慢して終わっとこう。はい。というわけで、今回、ガチバトル、ワンオンワン。まあ何回かやってみました。結果は、全勝やったんですけど、全勝でしたね。結果は全勝でした。うん。また、
101、時々やりたいと思います。まあ、ヒカルの方で結構やってるんです。まだそちらを見てください。ではでは今回はここら辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。